ひなの宿は三島幸雄の短編小説。三島がいくつか書いた階段系統の作品の中の一つで回帰小説とみなされることもある。1953年雑誌オール読み物4月号に掲載された。文庫版は新潮文庫の女神に収録されている。翻訳版はイタリアで行われている。 大学2年の学年試験を3月2日に終え、僕は3日の桃の節句の夕方4時頃銀座の街を歩いていた。ふと入った隙屋橋近くのパチンコ屋で、隣の台にお下げ髪の女学生がいた。僕は去年寝台妹と同年齢の少女に興味を持ち、おぼつかない手つきの彼女に声をかけた。一緒に店を出ると少女は無邪気に寄り添ってきた。 神田清子と名乗った少女は自分の家に僕を招いた。武蔵小金井駅で降りて暗いの道行き、清子の家に着いた。家には清子の母という初老の女がいて大きなひな壇が飾られていた。ひな祭りにもてなされた禅は灰皿くらいの小さなものでピンセットで作ったような料理がミニチュアの湾や皿に並んでいた。白酒に酔った清子は眠くなり退出した。 帰ろうとする、僕は、母親に強く引き止められ、止まるように進められた。案内された部屋には、清子が裸で布団に横たわって待っていた。その後、秋にその家を見に行った時、近所の雑貨屋の親父から、二人が、色吉がいボシだという噂を、僕は聞いた。勘だけの中を覗いてみると二人は前と同じまま、ひな壇の前に微動もしないで座っていた。 僕はそこを急いで立ち去った。ひなの宿が発表された1953年当時に、三島とよく銀座のバーに通っていたという八代誠一は、この短編に書かれた、清子の家での出来事と同様の体験を自分もしていたためにびっくりしたとし、清子の元となったと思われる、バーの少女ホステスについて語っている。そして、八代は、二人とも全く同じ手口で、20歳に、 なるやならずの女の子にたぶらかされたのがたまらなくおかしいとしてどんな些細な出来事でも直ちに拾い上げ、膨らませ、小説に仕立て上げた三島の勤勉ぶりが懐かしいと実戒している少女はパチンコ屋にはいなかったあるバーで働いていた同女といった趣だったが知性よりも知性に勝っていた口ごもったりはするが消極的誘い上手であった 口説かれたのは自分だけだと信じていた私は、がっかりした。してみると、三島もやはり誘われたのだ。私は少女の裸を見たとき、全くうろたえ、すぐに退散し、やっと終電に間に合った。というのは、隣の部屋に陰気な男のひそひそ声が聞こえて、怖かったからである。三島は、どうだったのだろう。若い頃は、不器用なところがあったから。 ネタふりをしたところを見つかって、ゆすられたかもしれない。八代聖一、騎手たちの青春、あの頃の加藤道夫、三島幸夫、芥川博士東ずまさは、ひなの宿について、一見すると、心霊モチーフとは、無縁に思われる改作だが、ひとたび視点を変えて眺めるとき、にわかに異の霊気を放ち始めると述べ、謎めいた母子が暮らす家に生じ入れられる。雛の宿の語り手は、 待ち受ける女たちの側からすれば、設置日の夜に巨来する一種の丸人めく存在であろうと解説している。湯野良子は、和者が童話めいた話と最初に断っているものの、むしろ強化の世界に通ずるような甘美の中に聞き迫る、不気味さを伴った作品だとし、文体自体は通俗的で拡張高くはないが、三島文学の物語的、 幻想的特徴の一側面が見られるとしている。森薫は、和者の僕が冒頭で自分が日頃、大ボラ武器であると言っていることから、清子の存在も、宿での最高の人よも、僕の願望が生んだ、想像力の産物ではないかとして、僕という帯名が帰ってくるまでひな祭りをして、待ち続ける、メビナの物語は、悲劇的であるだけに甘く、切ないと評している。 ありがとうございます。